どうも、大島康之と申します。このチャンネルで僕が気になったエンタメに関するニュースについて台本なしでつらつらと喋っていくんですけれども、今回は小山田圭吾さんの、いじめ問題の続報というのが文春オンラインというところで出ています。で、瞬間文春の本誌にも載っていると思うんですけれども、僕は文春オンラインというところで、有料記事に一応まあなんか最初7日間無料みたいな感じがあったので一応登録して、読んでみました。その感想を喋っていきたいと思います。いつもと違うスマホをカメラ代わりに、諸事情でしておりまして、ちょっと画面が近かったりとか暗かったりすると思うんですけども、聞き流し用に、なんか家事とかしながら、聞いていただければいいと思うので全く気にしないでください。で、なんかね、この文春オンラインっていうのがあんまりこう、僕も実際記事を書いたことあるのでそんなにこう人事ではないんですが、あんまりこう記事のさ、置き方の基準っていうのがちょっとよくわかんなくて、今回の記事に関しては、無料で読めるところがすごい少ないんですね。うん。で、有料なわけですよ。もともと雑誌っていうのは。なんだけど、記事によっては、例えばこの間の、このチャンネルで紹介した東京五輪の記事で言うと、まあ、ほぼ 100% に近い、内容がネットで読めるようになってましたね。1週間ネットで読めるようになってて、その1週間を超えると、文春オンラインに課金しないと読めないっていう順番になってたんですけども、今回の記事に関しては無料で読める部分がすごい少ないですね。そこは、どういうつもりなんだろうっていう、なんか、その無料で読める部分以外のところですね、序盤の本当にちょっとの部分っていうところだけが読めるようになってるんですけども、少なくとも、それ概要欄にリンク貼っとくんで、ちょっと皆さんの印象でどう思うかコメントしてほしいんですが、これさ、なんか小山田さんがさ、このいじめ全部僕がやったことじゃないんですよって言ってるだけの部分っていうのが出てて、これってなんか、小山田氏の紹介として、なんか置き方として実はすごい不誠実なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、その先を読もうって思って課金する人もまあいると思うし、で、それが文春さんにとっては助かることなのかもしれないですけど、まあ、その部分だけ読んでコメントをツイートする人っていうのは絶対いますよね。いっぱいいますよね。で、それを消しかける構造にはなっている置き方なんだけど、これは、え?っていうのは、やっぱりこう、文春さんのやり方に関してはすごい気になっちゃうなっていうところがあります。うん。で、それはさておいて、僕がもともと過去の動画でですね、ライブ配信のアーカイブですけれども、小山田さんがオリンピックを辞任した、東京オリンピックの音楽を辞任したっていう時に、一番炎上してた時にですね、できるだけこれはいろんな論点が組み合わさってる話だから、小山田さんを叩いて終わりとかそういう話ではないと、いじめに関して危機として語っていたということ自体は罪だけれども、本人の自供のみを根拠にその罪を事実として本人を断罪するっていうことはあってはならないっていうことを、まあ、主に語ったと思うんですね。で、それは案の定やっぱりそうだったっていう感じで、これは全部いじめ報道されていた、その雑誌に当時掲載されていたいじめっていうのが僕がやったものというわけではないんですっていうのを、こと細かに小山田さんが喋っています。で、これ有料で雑誌を購入するか、文春オンラインに課金しないと本来は読めない記事なので、まあ、僕が内容を全部さ、喋っちゃうと、これは文春さんの権利の侵害になってしまうと思うので、僕が気になった本当にごく一部ですね、有料じゃないと読めない部分なんだけど、僕が気になった本当にごく一部について喋ります。うん。なので、本当に気になる人はぜひ課金して読まないと、この事実、全体について捉えるってことは、まあ無理だと思うんですけど、僕が、そうですね。一番気になったところっていうのは、うん、やっぱりそういうこと言いたくなるよねっていうのは思いました。うん。で、小山田さんがその報道されたですね、本当に鬼畜の所業と言えるような、障害のある、同級生に対してですね、いじめを行っていた行為っていうのが、皆さんがパッとでね、思いつく、本当に皆さんのこうトラウマ的に記憶に、残っているワードっていうのがいっぱいありますけれども、何々を何々させた、こうなっている人をこういうふうにしたっていう、まあ、口で言うのは差し控えますけど、具体的ないじめ行為がまああると思います。で、その中の、鬼畜度が高いランキングの上位のものが、小山さんは、こうこうこういう経緯で目撃した。で、それを指さして笑ってしまった。というようなことがあったんだが、それを自分の行為としてインタビューには乗っかってしまったっていうようなことを細分化して言ってますね。で、ひどさランキングで上位じゃないですね。5位とかぐらいの感じですね。まあ、これ、僕の感覚ですけど、それ自体はすごくひどいことですけども、もう全国で見たことないぐらいのいじめっていうよりかは、まあ、僕は見たことないんですけど、僕は本当にいじめとかがあんまりほとんどないというか、僕はいじめっていうものを全く見たことない、すごい平和な、なんかお坊ちゃん学校って言ったら言い方あれですけど、特殊な、ちょっと特殊な学校で育ったんで、いじめっていうのも見たことないんですけども、その噂とかでも聞いたことあるぐらい、その友達が昔見たことあるっていうことであったりとか、友達がされたことあるっていうことは聞いたことあるぐらいのいじめ
ですね、その小山田さんがされしたとされていることのいじめランキングの、まあ、5位とか6位ぐらいのことに関しては僕やりましたって認めてるんですね。っていう記事です。うん。なので、その上の方の、もう本当に小山田圭吾イコールこれっていう代名詞になってしまっているような、鬼畜の所業っていうのは、実際にやったものじゃなくて、やっているのを見てしまって、それを止めることができなかったとか、それを止めずに指差して笑ってしまったとか、あとは、その、不可抗力というか、本人が自発的にやってしまった、その知的に障害がある人とかがやってしまっている、その、まあ、なんだろう、その残念な行為なんだけれども、それを指差して笑うという、受動的ないじめですね。その主体的じゃないいじめ、能動的ではない。まあ、これは間接的にいじめといえばいじめになるのかなって本人は思っているようなこと、もありますっていうことを細分化して喋っています。で、それは言いたくなるよなとは思いました。うん。で、それはさっきも言った通り、小山田さんがしたって自分で言ったっていうことが記事になっているもののみですね。で、それもね、なんか本人が、まあ、自分の身の回りに起きたことも含めてその場を盛り上げるために語ってしまいましたっていう微妙な言い方なんで、こういうことをやりましたって小山田さんがそのインタビューの場で言ったのか、こういう風に先輩がやってるのを指差して笑っちゃった、してましたねとかいう言い方したのをライターが意図的に誇張して書き換えたのかっていうことまでは、今回の文春のインタビューではぼかされているんですけれども、なんかね、そこはどっちにしろ、どっちにしろってこともないか。その、語ってた、面白おかしく語っていたっていうことは罪だと思うんですよね。それはいじめっていうものを、面白コンテンツとして消費しようっていうスタンス自体がいじめを助長するものだからですね。いじめっていうものの攻撃性の中に、それが暴力っていうものだったりとか、嫌がらせっていう、その陰湿なネガティブなワードではなく、いじめっていう何かちょっとこうマイルドにすることによって笑いになっているっていう感覚の自己弁護性っていうものが、僕いじめの、すごく、何かこう対処しづらいことになっている部分だと思うんですけれども、それをはらんでいる行為だからですね、その後日、大人になってから当時のいじめを自分がやったことにせよやってないことにせよ面白おかしく語るっていうことは、そのいじめっていうものがなくならない、解決しない問題点と同根だということですね。同じ原因である悪さをしているに等しいというふうに言えると思うんですね。うん。なんだけど、やっぱりそこは、あんまりその小山田圭吾という人、僕は作品がすごい好きだから調べましたし、オリンピックの開会式が面白いなと思ったからさらに調べましたし、っていうことができる興味の余裕っていうのがある人は調べるけど、やっぱり調べない人からしたら、小山田圭吾は自分がやったって言ってるってことはやったんだろっていう話になっちゃうわけですね。とは限らないですね。世の中そんなことばっかりじゃないよっていうこと。なので、小山田さんがこれを言いたくなる気持ちはわかる。ただ、ここで言うことっていうのが、ちょっと握手だったんじゃないかなっていう気はしますね。うん。多くの、その、僕ぐらいその小山田圭吾とか、そのコーネリアスとか、に興味がある人以外からしてみたら、うわ、悪い奴が、これ自分はやってなかったって言い訳し始めたという印象にしかならないですね。で、そこわかってて、文春さんは載せてるような気もしますね。小山田氏をさらに悪い印象にさせようとしてるっていう、その企画にちょっとだけバイアスがもう入ってるような感じすらしました。うん。で、ここ興味深いのは、これも本当にこの記事全体のごく一部なんですけれども、なぜそんなに露悪的なことをじゃあわざわざ喋ってしまったのか、っていうことに関しては、これも結構納得いきましたね。当時のフリッパーズギターっていうですね、その小沢健二さんと小山田圭吾さんを組んでいたバンドですね、が、まあ割とこう、いい子ちゃんというか、優等生というか、こう、無害な、無思想な、ポップな、軽い感じ、で、扱われていたと。で、実際にこう、そういうふうにセルフブランディングしていた部分は、間違いなくあると思うんですけれども、小沢健さんは割と意識的にそれをやってたんですけど、小山田さんはね、あんまそういう人じゃないよね。っていうのは、なんかその音楽とかサブカルに詳しい人の中でも、この二人ってなんかちょっと違うよね。っていうのは、そのファンの中でもあると思うんですよね。で、それは小山田さん自身もそうで、なんかこう、アングラに悪く思われたいみたいな、その悪いやつムーブっていうのを意図的にしたっていうことも言ってますね。うん。で、それも、まあ、この小山田氏の問題に関してすごく深掘ってる、当時にも詳しいし、小山田氏にも詳しいし、コーネリアスにも詳しいしっていう、人からしたら、まあそうなんだろうな、だろうねっていう記事でしかないんですよ。なんだけど、やっぱりこれを言うのも、その言い訳無理ない?って
本当に外側の門外観の人からしたらそうとしか思えないですよね。小山田氏の雰囲気とか、フリッパーズギターの雰囲気とかを知らないと言い訳にしか聞こえない。ただよく知ってるファンの身からすると、なんならもう当初の推測と全くバッチリ、あ、正解正解、あ、僕が思ってた予想合ってる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 っていうような小山田氏の独白ですね、基本的には。なので、詳しい人からしたら答え合わせみたいな記事だし、詳しくない人からしたらより一層叩きたくなるような記事になってるなっていう印象でしたね。うん。で、問題は解決してないんだけど、その僕ぐらい、まあ、僕はこういう可能性もあるかなって思ってたぐらいで、それを提示してたぐらいで、断言は全くしてないんですけども、うん、やっぱりそうだよねっていう感じの話だし、うん。なんかこの記事を出すことによって、こう何か問題が解決してたり、そのイメージの部分とか、その情報リテラシーが、歪んでるなっていう部分が改善されたとかは全く思わないし、なんならちょっと悪い方向に行ってしまうんじゃないかなという気さえします。で、すごく情報として面白い部分。これも小山田氏の一方的な、言葉なので、これは完璧に信じられるものではないんですが、やっぱりこう五輪の全体的なごたごたからすると、まあそうなんだろうなとしか思わざるを得ない部分っていうのが面白い情報があります。というのは、実は小山田氏に依頼があったのも開会式の約1ヶ月前だったということですね。6月ぐらいに、音楽を依頼されたと。で、これもまあ冒頭の4分間だったので、まあ本当に、ライトなものではあるんですけれども、どうもね、この小山田氏のその後のやりとりですね、ライターの人と小山田氏が、誰からの依頼でした？こうこうこうです。どんな内容でしたか？こうこうこうです。と、こう、Q&A のやり取りがその後も続いていくんですけども、どうもね、小山田氏がね、この全体像を全くわからないまま音楽を発注されて、なんとか納期に間に合わせましたっていう話をしてるんですよ。で、出来上がった開会式の映像の一部に音楽をつけてほしいという依頼でした。で、冒頭の4分間だったようですねってライターが返したら、最初の方だとは聞いていましたが、そうなんですねって言ってるんですよ。だから音楽は一個のパーツに過ぎなくて、あ、ほぼここまで出来上がってます。1ヶ月前だったらさ、ほぼここまで出来上がってます。その上で、この部分空白なんですけど音楽つけてくださいっていう発注の仕方だと思うんですけども、とりあえずなんか良さげな音楽くださいみたいな発注なわけですよ。まあ、もうちょっと具体的なコンセプトはあると思いますけれども、で、その上で、あ、なんかだいぶこれとばっちりだなっていうのが、ギャラも結局出てないっていう話なんですよね。もともと1ヶ月前のオファーということもあり、正式に契約書にサインすらしておらず、その前に辞任になってしまいましたということで、もちろん自分の意思で辞任を申し出ましたのでギャラも発生していませんということなんですけども、ってことはさ、小林健太郎とかどうなってんのっていう話ですね。そのあたりも非常に、なんだろう、ずさんで、そもそも契約書すら交わしていないまんま、オリンピックの音楽を4分間作ることがあるんだっていうことが衝撃事実です。ただ、これは事実、かどうかっていうのは、当事者一方の弁のみなので、事実というわけにはいかないんですけれども、いやー、なんか、煮え切らないなーという、いろんなことがわかるはずの懺悔告白120分という記事だったにもかかわらず、うん、いろんなことがよりもやもやするなーっていう感じですね。うん。でも、小山田氏が、こう、もともと反省しようとしていたっていうのは、結構、魚拓として残っている部分があって、まあ、これも、ちょっとどっかやっちゃったんでわかんないけど、もう一回、こう、スクショとか見つけられたら、この辺に、貼ったりしますけど、デザインアというですね、今は、放送休止という扱いになってますね。小山田氏が音楽をがっつり手掛けている、Eテレのすごく好評だった番組があるんですけれども、放送終了ではなくて、放送休止という扱いに今、なっているんですが、そこをなんか誇張して、降板とか、首とかいう表現にされてるけど、多分ね、まだされてないですね、正式には。っていう番組があるんですけれども、それのホームページにですね、視聴者から、こんな悪い人、いじめの、自慢をしていた人っていうのを使ってる番組、これ何なんだっていうクレームが来て、それに対してデザインアという番組から、その人に向けて回答しているっていうのがホームページで見れるようになっていて、そこでは、小山田氏はもうそのことに関しては、事実と違う部分もあり、ですが、いじめに関して一部やってしまったことに関しては反省しており、みたいなことが載ってる回答っていうのは、すでに2011年ぐらいかな、デザインアが始まった時点で魚拓としてあるんだよね。うん。なんだけど、やっぱり小山田叩こうぜってなった時には、それあんま世の中に出なかったっすよね。とか、これは怖えなって感じがします。ただもう本当に再三言ってますけど、本当に再三言ってますけど、小山田氏がいじめをやってないって言いたいわけでは全くないし、いじめ行為をしたっていうことに関しては一部認めていますし、何よりそのいじめっていうものをエンタメ化して語ったということの罪。で、それからその語ったということに関しては、
いじめ行為そのものの一個一個の、逃避に関わらず、やったやんないっていうことに関わらず、いじめを語ってエンタメ化したという罪に関しては、いつでも謝罪できたはずなんですね。それに関しては、一回も謝罪しないまま2021年まで来ていた。しかもデザインアを通じて、やっていたっていう、うっすら証拠っていうのは僕が、その興味があるから調べられたことであって、一般の人に届くようなレベルの謝罪っていうのはしないまんま、約20年放置していた。20年以上かな？放置していたということの罪は、まあ、絶対に、肯定されるものでもないし、擁護できるものでは全くないという、大前提はあります。あります。あります。はい。なんですが、ということですね。で、作品に罪はないっていうこともあるし、やっぱり、本当に良くないことだと思うけど、これをきっかけに僕はコーネリアスの音楽っていうのを、その仕事中の作業 BGM として、まあ、サブスクで聴けるからね、再び、聴くようになってしまっていて、やっぱりすげえなとか思ったりはするんですよね。なんですが、まあ、この中に、今こういう対応をしていてとか、全く仕事はしていなくて、なんかね、心療内科の先生と喋って、こうこうこうでとかっていう話をしてるんだけども、いやー、いや、謝罪をもう一歩深くしなきゃいけないよねっていうのは、思うね。で、それはやっぱりこう、文春さんが、こう、文春の、ライターの方が持ち込んだ企画っていうことなんですけど、文春が企画したわけじゃなくて、ライターの方が文春に持ち込んだ企画っていうことなんですけれども、が深くこう、親身に聞いてるがゆえにですね、よりこう、門外漢の人からしたら言い訳がましく聞こえるというような内容になっていて、まだまだ、その食材っていうことに関してもそうだし、小山田氏がその仕事を今後どうしていくのかということに関しても、もう全く進展はないと言ってもいいような、状態だなという印象でした。ただその新たな事実とか、小山田氏が今どう思っているのかということに関しては、ある程度こう具体化された部分もあるので、今僕が思っていることをまとめて動画にしたという感じです。まあもちろんいろんな意見あると思うんですけれども、ぜひコメントではですね、その、なんだろう、何書いてもいいっていうことではないので、僕も僕として、その、小山田圭吾というか、まあ、コーネリアスですね。のファンとして傷ついている部分もあるし、いや、でもやっぱこうだよね、と思うところもあるし、すごく、最悪だって思うこともあるし、っていうアンビバレントな感情のまま、その思考をですね、いろんな可能性を探りながら喋っている動画だということはご理解いただいた上でコメントするならしていただきたいなというふうに思いました。はい。引き続きですね、なんかこういった、僕が興味ある方とかが炎上したりとかした時に、いや、結構詳しく知ってるものからしたらこう思うよっていうスタンスの動画っていうのが出さないことが幸せなんですけどね。出すような事態にならないことが幸せなんですけれども、興味ある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。